火星の人面岩とは、火星にある写真によっては、人の顔のように見える岩山である。火星の人面像とも呼ばれる。米国島では、フェイスオンマーズ、ザ・フェイス、シドニア・フェイスなどと呼ばれる。現在はパレードリアによる錯覚と解されている。経緯度は、北緯40.8度、成九9.6度。地名では、アキダリア平原とアラビア大陸との境界付近に、 伸びるシドニア面さえの北部に位置する。人面岩固有の名はない。シドニアとはもともと、火星探査以前の望遠鏡観測時代に、この付近一帯のアルベド地形に与えられた地名で、非公式にシドニア地域やシドニア平原とも呼ばれる。周囲の平地からの高さは約240メートル。これは、マーズグローバルサーベイヤーのモラによる計測である。 これ以前は、バイキング1号の写真に写った影の解析により412.5プラスマイナス17.5メートルと推測されていたが、大きく下方修正された。3体の長さは、約254080メートル、幅は、約20455メートルである。バイキング1号が撮影した、人面岩の写真1976年7月25日、 NASA のバイキング1号が撮影した火星表面の写真の中に奇妙なものが発見された。それは火星のサイドニア地域を撮影したものの中に長さ3キロメートル、幅1 5キロメートルに及ぶ巨大な人の顔のような岩が映っているというものだった。NASA は光と影の具合で岩山が偶然人の顔のように見えるだけと発表したが、 NASA の見解に納得しない者たちは、独自に画像の分析をして、人面岩には眼球や歯のようなものがある。涙を流した跡がある。人面岩の付近には、ピラミッドのような建造物がある。口が動き、何らかの言葉を発している等といった見解を発表し、その度に世界中で話題になった。なお、火星に、ピラミッドのように見える地形があるのは事実である。 その結果、人面岩は古代火星人の遺跡だ。地球人が火星に建造した人工物だ等の憶測及び、SF 映画、ミッション・トゥ・マーズ、ビデオゲームなどフィクションの題材となり、テレビ番組や音楽の分野でも取り上げられた。マーズグローバル・サーベイヤーが撮影した人面岩の写真。上の写真とは向きが逆。NASA は1996年に打ち上げられた。 マーズグローバルサーベイヤーのミッションで新たに人面岩の写真を撮影した。マーズグローバルサーベイヤーは高解像度のカメラを搭載しており、バイキング1号の写真とは比べようのないほど鮮明な写真が撮影可能で幾多のトラブルを乗り越えた末に火星の高精度地形図を完成させた。2001年には人面岩を撮影した写真が公開され、岩は。 自然物であるという NASA の見解が確認された。この時、ピラミッドについても鮮明な写真が撮影されている。従来より、人間は目、美、口を連想させるようなものが並ぶと、直感的に顔として認識する傾向があるという分析がなされており、バイキング1号の写真が顔に見えたのは、撮影時の太陽光の角度が低く、岩の影がたまたま目、 口などに見えただけであろうと考えられている。一方で、この写真についても、NASA が写真を加工して人工物に見えないようにしたとする説や、立体的にも顔のような構造が見られるとする主張が展開された。実際のところ、バイキング1号の写真は、NASA とジェット推進研究所が人の顔のように見える面白い地形として公表したものであり、 それを今になって隠蔽する意味はない。なお、NASA は人面岩の他にもニコニコマークに見える地形や綺麗なハート型をした地形などの火星の写真も公表している。2006年には欧州宇宙機関の火星探査機マーズエクスプレスが撮影した人面岩周辺の立体的な画像が公開された。また人面岩周辺にはもともとより 大きな堆積物が崩れた跡があり、その表面を溶岩が覆った地形であるとする見解が発表された。ありがとうございます。